ノーバやゴランディアの空中写真。左上がネバ川で手前をモイカ川が流れている。ハーブガーデンと子供広場、ボトルビルは元軍関係刑務所で商店、商店ビルとして改装中のオーバやゴランディアはロシア・サンクトペテルブルクにあるネバ川左岸にあり、モイカ川と運河に囲まれた三角形の土地である。サンクトペテルブルクが建設された頃、これは 海軍省の土地で川と運河に囲まれていて、ピョートル大帝が自らオランダに赴いて造船を学んだ故事にちなんでノーバヤ・ゴランディアと呼ばれ軍関係の刑務所としても使われた。ロシア革命を経てその後長らく放置されてきたが最近再開発されてペテルブルク市民の憩いの場所となった。最近の再開発の動向は2000年の海軍記念日に ノーバやゴランディアは芸術展示のために初めて開放された。その後2005年には海軍省は移転して斬新な商店、レストラン、ハーブ園、子供広場、アイススケート場などもあるサンクトペテルブルク市民の憩いの場に生まれ変わっており、2025年までプロジェクトは全部完成の予定。ありがとうございます。